どうも、06の東堀です。本日は超音波エコーを導入したので、まあ、その超音波エコーの使い方や、まあ、使う、まあ、その必要性、まあ、何のために使うのかなどご説明していきたいと思います。まず、まあ、超音波エコーってのは何かっていうと、まあ、基本的に、まあ、超音波を使ってその体の中 の, その内臓とか、まあ、あのボールパイソンでいうと、まあ、卵胞のサイズを、まあ、測るためにあるためのものなんですけど、まあ、超音波で測ることによって普段はその平常時、まあ、メスだったら卵胞のサイズが、まあ、1ミリとか、まあ、2ミリ3ミリとかそれぐらいちっちゃいものが、排卵時もうマックスまで肥大すると、まあ、40ミリとか超えてくるんですけど、まあ、そのどのステージにあるかその卵胞の肥大ステージですね、まあ、その状態を知ることができるということです。で、まあ、卵胞の肥大サイズ、まあ、卵胞のサイズを知ることによって、まあ、何のメリットがあるのかというと、まあ、例えばそのよくボールパイソンの、まあ、排卵とかっていうのは、まあ、目に見えて、まあ、分かってきますよね。そのお腹のあたりがポコンと膨らんできて、まあ、その膨らみが徐々に大きくなっていって、まあ、パンパンに膨らむということです。で、その人間の目で見て分かる、あ、膨らんできたなっていうのは、まあ、早くても大体20ミリ完全に超えてて、まあ、25ミリとか30ミリ近くなってから見た目に分かってくるわけですね。で、その頃には、まあ、そろそろ餌食いも止まって、排卵に向かっていくというわけなんですけど、その前のサイズ、例えば5ミリから10ミリとか、10ミリから15ミリ、20ミリとかっていうあたりは、もうほとんど外見には分からないんですよね。まあ、例えばその、まあ、排卵色といって、まあ、体色の変化があったり、まあ、少し行動に変化があったり、まあ、そのボールの、いる位置が、ね、いつもだったらヒーターの上なのか手前に来たりとかっていうので分かるんですけど、まあ、限りなくこう感覚に近いものになってくるんですが、まあ、その5ミリ10ミリとか、まあ、目に見えない段階からこの超音波エコーによって完全にこう正確なサイズを知ることができるということです。でそれによって、まあ、ボールオス の, そのペアリングの、まあ、無駄かけがなくなるということですね。まあ、このサイズでかけるとかあって、まあ、例えば5ミリでかけたら、まあ、1ヶ月後に測って、まあ、卵胞のサイズが変わってなかったり、逆にまあ10ミリになってたとしたらまだかけなくてよかったりっていうので、まあ、オスの過労を防げるというわけです。でやっぱりそのオスの過労っていうのは結構重要な、まあ、問題というか、まあ、僕もこの今までそのオスの使い方はいろいろ試行錯誤してきたんですけど、やっぱり思うのがオスって使いすぎると全く逆らなくなったりだとか、やっぱりこう疲労が蓄積していくわけですよね。そのボールパイソンの交尾っていうのはすごいこう長時間するのでオスにとって負担がすごいあるわけで、まあ、その無駄がけを防ぐためにも、まあ、超音波エコーがあるとかなりこう役立つというわけです。はい、では早速超音波エコーの方していくんですけど、まあ、使うものがまずこのプローブですね。まあ、先端の測定する部分ですに、あとはまあそのゼリーを使うんですけど、でこのゼリーは何に使うかっていうと、まあ、超音波の伝導性の高いゼリー でなおかつその結局プローブとその、声帯の体の間に空気があるとうまく映らないんで、まあ、そのゼリーを塗ることによってその空気をなくすというわけですね。でまあ、ボールっていうか、まあ、ヘビの場合はちょっと測定する見ないといけない範囲がちょっと移動したりするんで、もう僕はこのプローブの方に直接ゼリーを塗ってます。まあ、大体測定する場所なんですけど、体の真ん中よりもちょっと下ぐらいですね。大体この辺に、卵胞があるんで、まあ、この辺の背骨の近くからこう測定していきます。で、こう画面を見ていただくとちょうど今当てた場所にこの黒い影が映ってると思うんです。ちょうど今映ってるこの黒い丸ですね。これが卵胞です。こう今この画面がちょっと変わってるというか動いてるんです。これはあのプローブの角度を変えてて、角度によって見えにくかったり見やすかったりするんで、卵胞です。これが卵胞ですね。ここに1つ、2、3、4とありますね。で背中側にもこれも卵胞ですね。1、2、3、これが一つ一つの卵胞がちょっとサイズが違ったりするんで、卵胞が見やすい場所でこのフリーズっていうボタンがあって画面を固定できるんで一回止めます。で画面を止めてメジャーでディスタンスっていうのを押して、卵胞のサイズを測っていくわけですね。なるべく端っこからなるべくまっすぐこういうふうに、距離を設定できるわけですね。でもちっちゃい卵胞もここにあるんで、これです。3つの卵胞のサイズを測ったわけで、まあ、D1、D2、D3 っていうのはこの右側にこのミリが表示されてて、メジャーリングリザルトっていうところで、まあ、D1 が 10.2 ミリ、D2 が 5.7 ミリ、D3 が 7.2 ミリ、で、アベレージの下のところに平均が 7.7 ミリって出てるわけですね。なので、まあ、この3セットインチの卵胞の平均サイズが 7.7 ミリです。
で、まあ、あの冒頭でもお伝えしたように、その普段の肥大しない卵胞のサイズがもう1ミリとか2ミリとか、まあ、2ミリ前後なんで、まあ、ほとんどエコーしても見えない、サイズなんで、まあ、ここまで明らかに見えてて、まあ、7.7 ミリっていうことは、まあ、明らかに卵胞の肥大サイクルは、まあ、始まっているということですね。うん、なので、まあ、まだまだここから大きくなるんですけど、まあ、ひとまず肥大はしているということで、そのサイズが分かるということですね。で、あとはその、ペアリングのタイミングなんですけど、まあ、7.7 ミリでも一度かけてもいいんですけど、その前にもう一度かけてるんですよね、この3セットインチは。なので、まあ、例えば今日測って、1ヶ月後にもう一度測って、そこで、まあ、卵胞のサイズが肥大してたら、そのままでよくて。じゃ例えば今日測ったサイズと、1ヶ月後、まあ、1ヶ月以上経った後、もう一回測った時に卵胞のサイズが全く変わってなかった。ってことは、まあ、一旦卵胞の肥大サイクルっていうかね、肥大が止まってしまってるんで、まあ、その場合は、まあ、卵胞の肥大を促進させるためにもう一度ペアリングさせるというわけです。で、まあ、順調に肥大してたらかけず、で、また、その1ヶ月後に測って、次はまあ20ミリ超えてた。だったらそこで1回かけるということですね。で、まあ、大体まあ20ミリ、超えたぐらいで一度かけたらもうあとはペアリングしなくていいと。まあ、大体そのあたりで受精してるんじゃないかって言われてます。なので、まあ、こういうふうに卵胞のサイズを測っていけるということですね。はい、で続いての個体が、まあ、レオパードエンチの、まあ、66% ヘテロデザゴのメス、まあ、自我繁殖の個体なんですけど、この個体は卵胞の肥大サイクルがもうちょっと先まで進んでるんで、まあ、この個体もエコーしていきたいと思います。で、今ちょっとね、あえて上半身、ちょっと上半身よりやや上気味にエコーしてるんですけど、ここに映ってるこの黒い影があると思うんですけど、これ卵胞じゃなくて、これは基本的に胆のうとか、まあ、肝臓とかそのあたりが映ってるんで、これ勘違いしやすいんですけど、このひし形とかちょっと横に長細い真っ黒のがあったら、一つだけだったらこれは大体胆のうか、まあ、肝臓とかそのあたりだと思います。で、なんでまあそれよりももうちょっと下側に大体卵胞があるんです。で、この個体の場合は白い影みたいに映ってるんですよね。これ卵胞なんですよね。こことここにありますね。この卵胞の肥大ステージによって見え方が異なるんですよね。さっきは結構黒く映ってたんですけど、こういうふうに大きくなってくるとちょっと白っぽく映ったりしますね。ちょっと見えにくいんですけど、これとこれが卵胞です。こっちにも一個あるんですけど、これが卵胞です。ではちょっとサイズ測っていきたいと思います。これでまあ D1 が 18.5 ミリの D2 がまあ 16.3 ミリ。なんでまあ平均が 17.4 ミリですね。もう明らかにさっきの10ミリ以下の個体よりも肥大しているということで。まあ基本的にこのぐらいの卵胞のサイズっていうのは結構ペアリングに適したサイズです。で、まあその見た目なんですけど、こう見ていたらわかるようにもうほとんどわかんないですよね。もう横から見ても背中から見ても。分からないという感じですね、うん。このタイミングっていうのは、まあ、今言ったようにそのペアリングに適してるんですけど、餌は全然食べるんで、外見ではもうほとんど気づけないという感じですね。まあ、このタイミングを知ろうとすると、まあ、例えば毎年繁殖してる個体とかだったら、まあ、この季節にかけてるかな、このぐらいの季節だったら、まあ、これぐらいの卵胞のサイズだとか分かるんですけど、やっぱりこう、一発目の個体、その、初めての繁殖させる個体だったりとか、まあ、一年休んだ個体とかだったら、繁殖サイクルが分からなかったり、まあ、ずれてたりする可能性があるんで、まあ、そういう個体を正確に知ることができるということです。なので、まあ、基本的には15ミリから、まあ、25ミリぐらいの間で、まあ、一度交尾させるのがいいと言われています。なので、これが、まあ、少し、まあ、肥大サイクルの進んだ個体です。で、先ほどエコーした個体が、まあ、卵胞が17ミリとかだったんで、まあ、サイズで、まあ、基本的に1回交尾させて、で、まあ、そのまた1ヶ月後とかに、まあ、卵胞のサイズを測るんですけど、まあ、その時に、もうさらに肥大してたら、まあ、そこでもう一度交尾させるかさせないかぐらいで、もうそれ以降ってもうエコーする意味がほとんどないんですけど、まあ、試しに、もう最終脱皮が終わってて、もう産卵控えてる個体を、まあ、試しにエコーで見てみたいと思います。この個体はヘテロデザゴで、まあ、うちで一番大きい個体ですね。5キロ近い個体なんですけど、まあ、毎年、3年連続で10個産んでて、今年も4年目になるんですけど、まだたくさん卵産んでくるんじゃないかなと思ってます。これはね、もう卵胞というか、もう卵になってるんで、もうどこ見てもわかるんですけど、下の方でも上の方でもわかるんですけど、こういうふうに見ると、もう画面いっぱいに多分卵が映ってるんですよ。もうこれ完全に卵なんですよね、これ。これとかもこっからここまで全部卵なんですよね、うん、ここにまた1個あってでもう1つあってもうこれは完全に卵ですね、うん、試しに
ょっと測ってみると、今多分画面左から右からちょっとあのはみ出てるぐらいなんですけど、多分この辺からかな、この辺からかな、もう 38.7 ミリって、まあ多分もうちょっとでかいと思うんですけど、もう完全にこうマックスまで、左っていうかこれ卵殻ですね、もうさっき完全に卵になってます。で、まあ大きいものは多分40ミリ完全に超えてたりとかっていう感じのが卵ですね。チョンパセリは別にその大して害のあるものじゃないんですけど、まあ、一応拭いてあげた方がいいのかなと思います。体にもついたゼリーをちょっと拭いてあげて、はい、こんな感じで、まあ、本日はチョンパイコーの使い方とか、あの実際の画面の見方などをご説明してみたんですけど、まあ、やっぱりチョンパイコーっていうのは、まあ、必ずしもなくてはならないものではないと思うんですけど、やっぱりこのボールパイソンの繁殖シーズンの始まりを認識できたりだとか、まあ、冒頭にもお伝えした通り、まあ、まだ目に見えない段階の卵胞のサイズを、自分で把握して、まあ、オスの無駄掛けをなくしてオスの過労を防いだりとか、うん、まあ、効率的なペアリングができるというわけですね、うん、っていうのと、あともう一つはやっぱ僕みたいなその一年中クラッチを取ったりとか、まあ、一年中こうバラバラ冷やして、一年中クラッチを取り続けるっていう場合はもうそれぞれの卵胞のステージが全然違うんで、まあ、特に僕みたいなスタイルの場合はあるとかなり有利なアイテムかなと思います。まあ、やっぱり結構安めのモデル選んでもやっぱり基本輸入になるんで、まあ、4、50万とかいっちゃうんですけど、まあ、それでもやっぱりこう特にこうボールパイソンのこの、管理数の多い方などは、まあ、あるとかなり、いいものかなと思います。はい、こんな感じで、まあ、本日はチョンパイコーの、使っている風景などを撮影してみました。まあ、チョンパイコーっていうのは、まあ、やっぱりその先ほども申し上げた通り結構高額なんですけど、まあ、あると、まあ、間違いなく自分のその繁殖レベルを次のステージにレベルアップできるようなものなので、まあ、もしご興味のある方はこういうのも手に入れて、まあ、アメリカ版の Amazon とかで簡単に買えるんで、まあ、もしご興味のある方は使ってみていただいても楽しくなるんじゃないかなと思います。まあ、今後も、まあ、チョンパイコーを使った撮影などもしていきたいと思いますので、またご覧いただけたら、幸いです。こんな感じで本日はチョンパイコーの使い方をご説明してみました。それでは次の動画でお会いしましょう。良いボールライフを。